ここからは言えば言うほどコニックスがお送りします。はい、まあ、刈谷のトラックおじさんもね、こういう時期にやっぱり原発の輸出ということで、これに対してドイツはすごく反発しているらしいと。それから A69 助さんからも、福島第一原発の現状の問題が未解決のまま、原発再稼働という政府の考えにはちょっと納得できませんね、まあ、電力を取り巻くいろんな状況、はい、原発を取り巻く状況ということがいろいろ取り沙汰されていますが、シルバーポンタさんからいただいております。中部電力が三菱商事の 100% 子会社で電力の小売事業を手掛ける特定規模電気事業者、これは新電力、はい、ダイヤモンドパワーという名前なんですが、はい、これを買収するということで、この秋にも約8割の株式を取得する見通しであるということであります。で、このダイヤモンドパワーは東京電力管内の首都圏で電力販売を手掛けており、中電を初めて域外の、この市場開拓に乗り出すという、越境してってことね、そういうことですね、外のところに、はい、ということですよね。電力会社が新電力を傘下に収めるのは初めてとみられると、中電としても将来を見据えて首都圏に足がかりを作るということでありますというような流れ動きがあるようですね、はい、これもまあ朝からいろんなニュース見てましたら、いろんな方がいろんな解説をしておりましたが、やっぱ大手とですね、いわゆる新電力というののちょっと力の差が大きいので、はい、こういうふうにバーンと大手が来てしまうと、うん、結構あの育ち始めたこういう新電力みたいな電気を今まで全く、はい、今までのシステムではない方法で売ったりするような会社がちょっと太刀打ちできるので、こういう流れをもうちょっと待ったらどうだろうという人もいましたし ね、はい、ね、まあ、いずれにいたしましても越境してこの電力を売るとなると、買う方としてもまあ新電力であろうが中部電力であろうがですね、はい、あのいわゆるこう、ね、格差というんですかね、値段の差というものの競争、はい、自由競争みたいなのがまあ始まりつつあるんだということですね。あの中電のニュースと一緒に関西の方では関西電力がやっぱりかなり新電力にも契約が離れてってるっていうようなニュースも載ってたりなんかしますので、この辺の新電力と既存の、ね、電力会社とのパワーバランスっていうんですよ ね、 ということもね、この辺も随分とこう考えないといけません、ね、ということですし、はい、それからまあ中電なんかを見てますとですね、あの浜岡止まってますよね、まあ、さっきの原発で原発、はい、止まってる、止まっててもあの売るほどあるんやないいうことが分かりましたね、なんかそういう意味ではね、うん、それからこれが今だから中電の作る電気というのは原子力に頼っておりませんというのが今度は電力ブランドイメージになって、うん、あの買う方としてはですね、はい、原発で作る電気はうちは要かはそんなもんに要協力せんけれども、原発じゃないところで作る電気であれば、うん、あの買わしてもらいますというような、うんうん、あの今度は買い方もできるのかもしれない、うん、あのまあ、あの今回の新しいその売る電気の電源っていうのは、うん、あの新たにまた発電所なんかを作ってっていうことではあるらしいんですけど、はいはい、でも火力では追いつかんで言われてましたよ昔から、はい、火力一機二機作ったってそのままあかん、はい、やはり原発やいな話があったけれども、一機作ったら売るほどあるいうことですか、はい、節電なんで、まあ、売るために作るということでしょうけど、節電もピークになってますからいう話がありましたよね、まあ、自分のところをねちゃんとこれが確保できてか、はい、こその、ね、その売るいう話にはなってくるんだと思うんですけど、はい、どうやろうなとかまたね僕らの分からんことばっかりの世界でございます、はい。